これより第2クォーターに移ります。攻守方向入れ替わりまして、今度は画面向かって左、右から左に攻める格好になります。熊本マーベリックス相手陣41ヤードからサードダウン12の状況で試合再開です。チェイサーズ大出演。ここでクォーターバックプレイアクションからパスを投じようとしましたが、チェイサーズ見事なディフェンスを発揮しまして、このプレーを阻止しております。オースアウト変わります。さあこのパントのリターンをジェイサーズ完攻しようとしましたが、ジェイサーズ20ヤード付近でゴールデッドコース交代となります。さあジェイサーズの攻撃から入ります。まず左に展開したレシーバーへのパスでしたが、このパスは成功となりました。ダウン1つ進みましてセカンドダウンに変わります。今度はオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックのオスカーダニクロップに託したの選択プレーですが、しかしこれは熊本見事対応しております。ゲイン2ヤードに抑えました。タックルしましたのは熊本81番の加藤、佐賀大学出身。チェスターズサードダウン、パス不成功。ここでクォーターバック2番は右オープンに展開したレシーバーへパスを投じましたが、パス不成功となりましてフォースダウンと変わります。チェスターズフォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。攻守交代となります。さあ互いに堅守ありまして、共にまだ得点に至っていない状況になりますが、この状況を突破するのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。攻撃権は熊本に移りまして、熊本自陣42ヤードからファーストダウン点に入ります。
審判団が先ほどのプレーを協議しております。ボールをファンの下ごよバックボールあり、リカバーしたチームが攻撃権を得ます。どちらがリカバーしたか。ただいまのプレーはボールテントが先ですので、セカンダー先ほどのプレーでクォーターバック5番ロマンフードを見せ下かに見せましたが、先に膝をついていたため、ここでプレーが終了した判定になります。従いましてファンブルは発生しておりません。ゲイン約6ヤードの獲得となっています。熊本セカンドダウン4。クォーターバック5番は吉村でした。大阪教育大学出身。さあ再びクォーターバック自ら突破を図ろうとしましたが、これはジェイサーズディフェンス陣殺到しまして、このランプレー阻止しております。さあ熊本、このサードダウンどのような選択をするでしょうか。ボールオン自陣48ヤードから熊本マーベリックスサードダウン4。ここでホイッスルが鳴っています。ファルマーカー反則だったもよ。ただいまのフラッグは、先にタイムアウトのボールがありましたのでありません。ノーフラッグ、ゲームタイムアウト。熊本ここで前半2回目のタイムアウトを取りました。先ほど熊本はそのプレーの展開が遅かったため反則となる状況になっていました。これを阻止するためここで2回目のタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。熊本サーダウン4。審判が当たってきました。熊本のアベリックスサーダウン。ここでスクリーンパスを展開、ロングパスを当日を見せてラッシュをあえて入れた状態でレシーバーにブロッカーをつけて走らせるスクリーンパス、これが見事決まりまして熊本攻撃権更新です。熊本マーベリックスファースター。ランバック31番は大室でした。大阪教育大学出身。こちらもパスで大阪ガスに入りまして、大阪ガス当時 X2-3 を行き来するチームだったこの大阪ガスを一気に X2 優勝に導いたその見学を発揮しております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っています。熊本マーベリックス、その地離れたところにあります熊本ですが、しかしクォーターバックにかつて X1 で活躍していた吉村、そして X2 で大阪ガスを優勝に導いたスーパーバックス大黒がその両輪として活躍しており、その両脇に関西学院大学、そして慶応義塾などさまざまな大学によって名を成した選手が軒を連ねておる強豪チームです。決して見劣らないその戦いぶりを現在も披露しております。さあ試合再開となります。熊本相手陣47ヤードからファーストダウン10。さあまずパスから入ります。クォーターバック5番、ここでワイドレシーバー
2番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。パスを通したクォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身。取りましたワイドレシーバー2番は久保田、大阪大学出身です。スマウト相手陣42ヤードからセカンドダウン5。このパスは不成功。今度はそこで展開したレシーバー10番へのショートパスを投じましたが、わずかにパスがショートしパス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。マウントマーベリックスサーダウンファイト。クォーターバック1、ここでワイドレシーバーのジェットモーションフェイクで右オープンへのオプションプレー、自らキープしまして攻撃権更新を果たしています。クォーターマーベリックスファースダー、見事攻撃権更新を果たしたクォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身。さあかつて一部に、大阪教育大学を導き、そして富士通に挑戦しましたスーパークォーターバックがここで活躍しております。熊本ファーストアウト、ボールオン相手陣36ヤード。ナイスラークォーターバック5番、プレッシャーを感じましてここでスクラム、パスを回避してそこから緊急発進のランプレーを決めました。見事な獲得で約9ヤードのゲインを果たしています。吉村ここに来まして、そのパス、ランともに冴え渡る展開をしております。熊本相手陣28ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。不成功。ここで右オープンに展開したワイドレシーバー87番へのロングパスを展開しました。しかしこのパスわずかに大きく外へ、わずかに外へ逸れておりますので、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。ボール位置を訂正します。現在ボール位置は相手陣27ヤードにあります。熊本マーベリックス相手陣27ヤードからサードダウン残り1ヤード。熊本マーベリックスファースト、ここで中央へのランプレーを展開しました。熊本マーベリックス、これに応えまして中央突破を果たし、見事攻撃権をしましたのはランニングバック、ランニングは10番の選手でした。素晴らしいランにより攻撃権更新です。熊本マーベリックスファースト。ランニングバック10番は押谷、関西学院大学出身。熊本マーベリックス相手陣20ヤードに入りましたのファーストアンテン。ここでさらに中央のランを重ねます。今度はランニングバック31番の大黒でした。密集点付近に約3ヤードのゲインを果たしています。スマートマーベックス相手陣17ヤードからセカンドダウン7。CA 様、フリースフロンティアーズのそのメッセージ、大村、吉村にとって素晴らしいエールになっていると思われます。さあプレイアクションからパスを投じようとしましたが、ここでスクランブル、
後段は5番ダッシュをかいくぐりまして見事に約3ヤードから4ヤードのゲインを果たしています。この辺り老快さも感じる素晴らしいプレーでした。クォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身。今の相手陣13ヤードからサードオンスリストライアクシスゼイサーズファーストアウト10浜田英選手さあその最初のプレーはランプレーから入りました。何枠33番ハンドフォーを受けまして右オフタックをつきました。ゲインは約2ヤード。キャリア33番は横田中央大学出身のプレイヤーです。ゼイサーズ相手陣43ヤードからセカンダン8。さあ再びランニングプレーのランニングバックのプレーです。ハンドオフから今度は左オフタックルをつきました。キャリア33番味方ブロッカー生かし約3ヤードのゲイン。キャリア33番は同じく横田です。中央大学出身。ゼイサーズ相手陣40ヤードからサードダウン5。パス成功、ナイスゲーム、ファーストここで中央に切れ込んだワイドレシーバー12番がこのパスをキャッチ。タックル受けながらセカンドへフォートで前進しまして攻撃権更新です。トライアクシスゼイサーズファースト、素晴らしいプレーで攻撃権更新を果たしました。レイスターズ12番は小田、大阪産業大学付属高校出身。かつて X3 リードエフォートエルズを総務まもなく一気に X3 優勝に果たしました。その名手が今度はその宿敵だったジェイスターズで活躍しております。パス不成功、ここで左オープンに展開したワイドレシーバー11番目のパス、11番ノーマークになっていましたがパスがオーバースローしパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。ジェイサーズセカンドダウン10、これはコートナイスディフェンス。左に展開したワイドレシーバー10番にキャッチアンドランを図らせましたジェイサーズ。しかしこれを見計らって熊本23番素晴らしいタックルし約3ヤードロス。見事なタックルを決めましたのは熊本マーベリックスの13番のプレイヤーです。素晴らしいプレーでした。23番のカーズ佐賀大学出身。ジェイスターズサードダウン13、ボールは相手陣27ヤード。これはフォワードディフェンスが殺到、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則果たしてどちらであったでしょうか。ロスしております。しかしパルマーが反則だった模様。
18番ペナルティはディクライン。ルールにより次のケージ開始はスナップより行います。次のケージ開始はスナップより行います。先ほどの反則はオフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードバッタリという形になりますが、しかしこの反則を熊本は取りませんでした。ダウンが結果的に1つ進みフォースダウンという形に変わります。しかしこの反則を熊本マーレックス取りません。従いましてジェイスターズフォースダウン13、最後の攻撃権でフィールドゴールを狙います。キックによる3点果たして決まるでしょうか。キックレングス45ヤード。このキックは失敗。距離は届いていましたがコースが逸れました。従いましてジェイスターズこの攻撃無得点となりまして攻守交代です。さあこれにより均衡を破れるかと思いましたが、しかしこの状況を熊本追い込みまして阻止しました。前半残り時間は1分16秒ですが、熊本の攻撃に変わります。ボールオンマジン27ヤードにセット、27ヤードにセットされました。さあ熊本ここから得点を挙げる攻撃シリーズを決めることができるでしょうか。荒木様チャットメッセージありがとうございます。先ほどから確かに熊本選手の素晴らしいタックル技術が光ります。川様確かにこのナイスなプレーが続くこの好ゲーム準決勝にふさわしいと私も思います。ここで熊本前半最後のタイムアウトを使います。さあこれによって前半のタイムアウトを取ることはなくなりましたが、あえてここでタイムアウトを取りまして作戦調整をいたします。このタイムアウト解けまして間もなく試合開始となり再開となります。熊本マーベリックス自陣27ヤードからファーストダウンテイク。前半残り時間は1分16秒。自陣27ヤード付近からファーストダウンテイク。ここはレイサーズディフェンス QB スタック。クォーターバック5番プレイアクションからパスを投じようとしましたが、これを見事 QB スタックで阻止しました。約4ヤードロスを奪っています。 QB スタックはランプレーと同じ扱いですので時計は回り続けます。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合プレーの間断の間の時計が回り続けます。ここでイエローフラッグ反則が発生しました。反則があったもよう。オフェンスの反則です。交代違反、フィールドの中ハドル作戦タイムを12人で行いました。アメリカンフットボールは選手の人数制限は基本的にありませんが、フィールドの中は11人いたりなければいけません。人数違反となりまして5ヤード抜体という形になります。従いまして熊本セカンドダウン19で試合再開となります。ボールオンは自陣18ヤードとなりましたからの熊本セカンドダウン19。しかしファンブルありましたが、このボール熊本自らが抑えております。サードダウンという形で試合再開になります。
バブルボールをマーベリックス、ナーベリックスが抑えている模様。引き続き熊本マーベリックス。ここで前半の時間がなくなりました。日本社会人アメリカフットボール協会主催 X リーグ2023ジュニアトーナメント前半終了となりまして、トライアクシスジェスターズ0点、熊本マーベリックス0点、両者無得点で前半戦終了となりました。しかし得点双方上がらない中ではありますが、素晴らしい攻防となりました前半戦でした。10分間です。グリーンボールチャレンジジュニアトーナメント準決勝にふさわしい熱戦となっております。トライアクシスジェイサーズ熊本マーベリックス戦、前半双方無得点で終えまして、これよりハーフタイムに入ります。さあ、その前半戦の状況を打開する策をこのハーフタイムで双方見出すことができるでしょうか。試合開始まもなくとなりましてから、こちらも再び音声を入れさせていただきたいと思います。